部では、ユタボンはオワコン説が提唱されています。今回は様々な数字から、それを検証していきたいと思います。ソーシャルブレードというサイトから引用します。こちらは、ユタボン様のチャンネルの、月間再生数の推移です。これを見ると、ここ2年くらいは、だいたいそこが月間100万再生前後で、跳ねている月が3箇所ほどある。という感じです。伸びてる YouTuber のグラフを見ると、だいたい右肩下がりで落ちていることが多いです。しかしこういう風に、基本は低調で推移して、ある時期だけ跳ねる。みたいなタイプは若干珍しいです。ユタボン様は、やはり炎上ありきなのかな、という印象を受けます。月間100万再生といっても、今の YouTube ではかなり再生されている方です。ただ、ユタボン様はかなり知名度がありますので、知名度の割には意外と再生されていない、という印象を個人的には持ちました。特にここ5ヶ月は、月間100万再生を下回っており、ここ2ヶ月は月間50万再生前後と、かなり落ち込んでいます。あれだけ知名度があっても、ここまで落ちるんですから、YouTube がいかに安定しないかわかります。また最近では、クラファンで資金を募って、日本全国を回る企画をスタートしましたが、それが思ったほど注目されておらず、あまり再生数に繋がっていません。ネットニュースなどで結構取り上げられていますが、それが動画の再生に繋がっていないようです。おそらく記事の PV 数は稼げるのでしょうが、記事を見たからユタボンの動画を見よう、という行動にはあまり繋がっていないようです。理由はおそらく、動画がつまらないからです。動画が面白ければ、ユタボン様の話題が出た時に、あいつの動画面白いからまた見に行くか、ってなりますからね。こちらは、月間のチャンネル登録者数の増減の推移です。ここ半年くらい、登録者数がほとんど変わっていません。緑の数字が、ユタボン様のチャンネル全体の、1日の再生数です。だいたい1万から2万再生といったところ、という感じですね。上振れている月の月収は、広告収入だけでだいたい、150万から200万程度は、あったと思います。ただここ5ヶ月くらいは不調続きで、月収15万から30万円前後、だと予想します。本人は、俺は時給30万などと主張していますが、この広告収入で時給30万は、ちょっと考えにくいですね。おそらく伸びている時期に来た案件で、時給30万円くらいの案件があったため、それを元にして主張しているのかもしれません。伸びていた時期ならまだしも、今のユタボン様に、30万払って案件を頼む価値があるかというと、どうなんでしょうね。ちなみに柴田様が案件を受ける金額を100万くらいに設定していて、最近動画が伸びないから価格を下げようか迷っている、とおっしゃっていました。ユタボン様に30万払って案件を頼むなら、柴田様に100万払った方が、費用対効果が優れていると思います。なので時給30万という主張はおそらく、バズっている時期に来た案件の話であって、安定して時給30万が入ってくるわけではないです。今後の展望について少し話しておくと、日本一周旅行がどうなるかですね。出だしは低調でしたが、ここから巻き返せればワンチャンあるかもしれません。また格闘技の練習をしているらしいので、運が良ければ格闘技関係で、もう一山当てられるかもしれません。というわけで今回はユタボン様について語ってみました。オワコンかどうかはこの動画を見た人が、それぞれで判断していただければと思います。最後までご視聴ありがとうございました。